ビバリーのポンコツレイディオエピソード68 10月19日のポッドキャストです季節の変わり目ですねそうですね皆さん大丈夫ですか,かビバリーさんが大丈夫じゃないですね大丈夫はないです <laughs> <laughs> 結局先週かな何日か続けて路上のイベント出たりなんか あのいろいろあってずっと連続で出て、はい、全部終わって結局風邪をひくっていうそうですよね <laughs> でも終わった後で良かったですね、うん、本当にでもなんか YouTube ライブの前ぐらいから若干怪しいなみたいな <laughs>、はい、でも熱出てないからね喉に来たって感じだよね。はい、やっぱり私は 季節の変わり目、うん、あの体がちょっとね、うん、なんかセンシティブになっ,なってしまいますよね、うん。なんかやっぱこう何年かずっとビバリーのそばで見てると、季節の変わり目に弱いっていう。<laughs> はい、弱いですよね。<laughs> うん、なんかやっぱ夏から涼しくなる時が一番やっぱり、うん、弱い感じがするよね。はい、必ずだから来るよ。 来るみまりっていつも言ってるんだけど <laughs> しっかり風をひくっていう <laughs> この気候が入れ替わるときやっぱなんかちょっとあんま得意じゃないよね。はい、得意じゃないですね。うんうん、やっぱりあのもうフィリピンはもうずっと同じ、うん、もう30度くらいの季節うん、うん、あえっと天気だから。うんうん これはなんかその激しいなんか from30、うん、度から突然、うん、20度になってそれはないから、うん、私の体はもう8年くらい日本に住んでも、うん、あの慣れてないですね。そうだよね。いや日本人でもあの体調崩す,崩す人がすごいたくさんいるし。はい 私はあやばいって思ったら何にもなってないけど、はい、あちょっとやばいって思った瞬間にもう速攻風邪薬飲む人あとシュッシュッとか喉に当てたりとかして、はい、でも,そもいいですよね寝よ寝よっつってもう全部を無視して寝るみたいなそう寝る,は寝る時間は大事ですよね大<事>な寝たらもうあのなんだっけすっきりするそうそうそうなのよなんかこの間本当にに何かあちょっと今はあさみさん ダメかもしれないの時にもうずっとなんか一日。あのだいたい寝た、寝てたと寝、寝て、うん。あの、なんかすっきりしました。そう,そうそうそう。そう寝るのがね、一番いい、そういう時ってやっぱり。ほら、体力も落ちてるから。寝るのが一番、こう薬になるっていうか。そうですよね。そう,そうそうそう。寝て。リチャージーですよね。そうそう,そう,そ,うそう。それがいいですね。いや、本当に。皆さんも気をつけてくださいね。 もう皆さんも本当に気をつけてください本当になんかあちょっと何か具合がわ悪くなりそうっていう時もあったら、うん、なんか薬とかあとなんかビタミンとか、うん、飲んでください。はい、それでは今週もフィリピンにはなんかたくさんのジプニーがあって、うん、私たちの一番よく使う交通手段なのでもう本当に たくさんの思い出があります。チップにね、日本で言うと電車とかバスみたいな感じで、はい、みんなが使うってことだよね。はい。うんうん、でも電車はすっごい楽なんですよ。どういうことす？すっごい楽なんですよ。日本の電車ってこと。日本の電車、うんうん、はい。なんかそれはあの日本のナンバーワン交通手段ですよね。そうだね。しっかり時間通りに来るし。うん、はい。あとあの。 スペー,シュースですよねススペースがあります、うん、でもあのラッシャーはまあのダメだけどねそう,うん、うん、ダメだけど、うん、なんか基本的になんかスペースがありますうん、うん、ジープニーは、うん、結構なんかあの見たことがありますか朝美さん見たことあるフィリピンに行った時に、うん、そうなんかあのちょっと電車の,、うん、あの席みたいなんですけど一番 なんか不便なところは窓ですよね。うん、窓がないってことだよね。窓がないです。ずっとオープンなんですよ。そうだからジップにはずっと窓が開いてるから、うん、なんか昔、うん、私はドライヤーとかをずっと使ってないです。うんうん あ、乗ってる間に乾かすってことね。そうです。はい、はい、はい。はい、そう、あのナチュラルドライヤーですそう、ナチュラルドライヤーで、そう、学校に着くまでに、ジープに乗ってるだけで、なんか風で。なんか乾いていました。うん、そう、私、今、それだから。歩いてるだけだけど、まあ、いいや、スタジオに行くまでに乾けばいいや。びっしょびしょのまんま。あ、そうなんですか。絶対ドライヤー使わないかも。夜は使うけどね。だって、なんか、日本人は。 なんか、あの、出れないですよね。なんかブロードライとかしな,と、ね、しないと。そう、できないですよね。いやなんか私だけだと思いますよ。<laughs> 私だけじゃないと思うけど。たまにすごいびしょびしょで出てる人もいるけど。はい、私の場合はさ、ほら、髪の毛がぐるぐるだから。はい、びしょびしょでも、あんまり変に思われないんだよ。そうですよね。すっごいストレートの人が。はい、びしょびしょだと。<laughs> あれ、どうしたんだろうって、私も思うけど。<laughs> はい、くるくるの人は。 大丈夫どうにかなります、日本でも。ぜひトライしてください。いや、でも、あのフィリピンには、本当になんかびしょびしょ、なんか T シャツにも、なんか。らいなんかびしょびしょの、あの女の人、特に女の人が。タオルドライもしてないってことタオルドライもしてないですよね。やばいです。そうそうそう。めちゃくちゃびしょびしょじゃん。なんか、やばい、間に合わない。だから、あの、これは、あの髪の毛は、あの、その忘れて。 なんメイクか顔だけやってジプニーで乾けばいいやみたいなでもそれをなんか迷惑なんですよ隣の人に隣の人には迷惑だねそう確かにそうだから浅見さんはやったことないと思うんですけどフィリピンには私はもうずっと髪の毛が長かったんですけどああそうだよね そうあのこれをやらないとなんかポニーテールみたいになんかこれをずっとやってるんですよっ持ってるってことねそう持って束ねて持って、はい、迷惑にならないようにそうでもこうやってちょっと持ってたとしても乾くんだ乾くんですよあそれはすごい<う>などれぐらい乗ってんのあの私の家からえっ、ー、と学校までの高校生の時に 三十分くらいかかりますよね。ああ、三十分ずっと風に当たってたら、うんはい、それは乾くね。そうです暖、ね、かいところだし、いはい。しかもねずっと風で浴びてて天気がいい時はいいよね。はい、雨の日はどうするの？雨の日はダメですよね。雨の日はもうそのままなんかえー、っと学校まで、うん、あのー、ジップニーに乗るの？ 乗ります。もうそれしかないから。そうジプニーはどうするの？そう雨の日のジープニーはめちゃくちゃ大変で、うん、なんか窓がずっと開いてるじゃないですか。うんうん、あのでもあのジープニーは必ずプラスチックのカーテンがあります。備えられてるんだね。そう、それを降ろすだけですうんうん、うん。あ、じゃあ雨になったら。 じゃーんって降ろして、はい、雨が入ってこないように一応するんだ。そう。でもなんか、ね、ちょっと入ってきそうだね。<laughs> なんかあのそれは運転手さんがやってくれる。でもあのジップにはなんかいろんなパターンがあって、うんうん、そのなんかあの風があっても、うん、なんかオープンにならない。でどういうこと？風があってもオープンにならなな。なんかな,なんですかねあのロックがある。うん,うんうんうん。そのカーテンのロック。うん 下にがあります。でもたまにロックがない、うん、あのジップニーがあります。はいはいはい。それがもうあのジップニーは結構早いからなんか風が飛んでなんか。うん、ーカーテンがヒラヒラしちゃう、ね、そう。それちゃんと抑えられてないってことなんだ。そう。それが大変ですそう。雨入ってきちゃうしね。そう。はい。だからずっと私は雨が一番嫌だ、うん。そうだよね。<laughs> そう。 そうだよね、雨、乗り物に雨入ってきたら、ちょっとやだな、みんなやだな、それはね。そう。不快だよね、もう気持ち悪いよね、いろんなとこ濡れるしね。あと、何ですかね、中にも、あの、ま、えっと、窓もないし、うん、あの、ドアもないですよ。うん,う,んうん、うん、うん。ドアがない、なくて、あの、その、限界、エントランスが、うん、あの、もうそのままオープンで。 だからその雨もなんか本当に台風みたいなやばかったら、うん、あの入ってますいやだねそ<う>でもそれをみんな使ってるんだもんねそうしょうがないですよねねなんかもうちょっと電車とかねうんはいね便利なものができればいいよねでも電車はあのマニラであるけど、うん、その電車は何ですかねお遅い 遅くてんか時間通りにそうスピードがそうあと時間通りに来ないですよねあとラッシーはもうめちちゃゃくやばいですよなんかちゃんとさそういうさ公共のみんなが使う交通機関っていうものがもっとちゃんとするようになれば道路だって混まなくなるし。 みんなねちゃんとスムーズに会社とかと、うん、学校とか、うんはい、行けるようになるから本当はねそういうところを改善してもらいたいよね良くしてもらいたい本当にそれはなんか昔からフィリピンのナンバーワンのえっと問題なんですよ、うん、ねえだって、うん、あのなんか田舎に住んでいるマニラで、うん、あの働いている人が多くて、うんうん だかからなんかバスがあるんですけど、うん、そのバスもなんか渋滞があってしかもなんかマンデーだったら月曜日だったらめちゃくちゃやばくて、うん、あのその1時間半の移動は3時間になってしま,う、うん、しまいますよね。いいやだからそういうのを、 避けるために何かアイディアが欲しいよね。だって仕事に行くまでに疲れちゃうじゃんみんな。だからそのなんか仕事来る前にあの疲れるし、なあとなんかあの顔とかなんかハガーディになるし、なんかあの そしてなんか帰ったらもうそれも時間かかるし、うん、ファミリーの時間はなくなりますね。うん、ねあとそのなんか自分の時間とかもなくなりますよ。うん、いやみんなそういう風にして生きてきてね大変だよね。めちゃくちゃ大変ですよ。<ー>だからあのフィリピンに、うん、あの行ったら、うん、そのラッシャーは見てほしいっていうか、うん、なんか見たら本当にかわいそう。うん、みんななんかずっと並んでるし、うん、あと電車はその あの階段の下ま,下までみんな並んでる、うん、だってさ日本だってさそのラッシュの時間はこみんなめちゃくちゃいっぱいになるわけじゃん、はい、ホームの端,端っこまでいっぱいになるわけじゃん、はい、この日本でも。はい、で毎回電車が来て、はい、それでも電車の中もいっぱいになるわけじゃん。はい、だ正しくやったってそうなるんだから。うん それが正しい時間に来ないとか、はい、スピードが遅い、まあ、スピードが遅いは分かんないけど。なんかちゃんとね、ね。なんですか、ね。ールを作ってもらえれば、もっとみんな良くなるのにね。そうですね。あと、まずは、その電車。そのまま、その電車は。返ってほしいです。うん、<laughs> 結構、なん、なんですかね。あの、めちゃくちゃ古くて。<ー>多分、なんか、これは本当かどうか分からないけど。うん、日本の。 昔の電車だっていうあ,<ー>あのそういうのをあれでしてるんだ。はい、だからなんか短くてはいはいはいそういうことだね。あと突然あのドアが開いてしまう時もあるし、うん、危なくない？危ないですよ。<laughs> 危ない。しかもなんか人が多くてだからめちゃくちゃ危ないじゃないですか。うん、まずはそれをあの変わんないんだろうね。<の>うん、みんな結局車乗ってるからってことなのかな。<う>結局ジプニーの方が はい、いいみたいなことなのかなうん,んそれはよくわからないでいけないよねそうなんかあの電車はそんな感じだから、うん、なんかあの私は車頑張って買う、うん、そういうなんかマインドセットになってしまって、うん、でもそれも問題なんですよ。うん、車が増えてきてもっと渋滞がやばいですよ。 だから全然いい方向に進んでないなって思うよね。うん、はい。そっか、なんか改善しなきゃいけないところがたくさんあるな。うん、はい。まあ、でも、<う>だから、今でもね、こうやってみんながジップに乗ってるんだもんね。はい、でも、なんか最近ジップニーは新しくするっていう、なんか。五分目の、うんうん、えっと、プロジェクトがあります。うん,う,んうん、うん、ね、そう、今の。そう、今のジップニーは結構熱くて、うん、なんか。 エアコンがなくてうん、うん、でもあの新しいジープにはエアコンがあるし、うん、そしてあのなんか大きくする、うん、そ,うそれが何か今の m e n t トプロジェクトいいと思いますけど、うん、やっぱりそのあのジープニーのオーナーはみんなお金持ちじゃない人だから、うん、あのそれも今の問題ですでもなんかチェンジしかないです。 そうだねうどこからチェンジしていったら一番いいのかね<う>ちょっといつもそういう話を聞くと悩むなそうだからなんか本当にフィリピンは、うん、あのいい国だけど、うん、そういうなんかちっちゃい問題が、うん、あのなんだっけあこれが。積み重なって。 だから今はちょっとなんかわからないですよね。一応そのプロジェクトがありますけど、進んでるってことだね。でもなんかこれからなんかそのプロジェクトがになったらどんな形になるか、みんなのリアクションとかあのニュースであの発表するので、それは楽しみにしています。はい。そうだね。はい、それを聞きます。え、皆さんはそのジープニーの経験がないと思うんですけど、まあでもぜひね、ぜひマニナ そうマニラにあるのマニラにもあります、うん、なんか田舎にもありますので、うん、ぜひフィリピンに行ったらあのジブニーに乗ってみてください、うん、今週のフィリピンのおすすめはナ、うん、ナショナルミジウム of the フィリピン国立博物館ですこれは3つのミュージアムがあってアートのミュージアム歴史のミュージアム、うん、そして人類学のミュージアム でそれが一緒になってるってことなのかなそうですねあ一緒よりまとまってるはいもうフィリピンのペイントースとかアーティストの作品もここで見ることができますし、うん、なんかフィリピンの歴史も知ることができます、うん、そこは大きいんだよね大きいですめちゃくちゃ大きくて、うん、あの学校の旅行必ずここに来る行きます行きます,行きます あのあれだね学校見学だね、はい、あるよねはいあの関東の学校だと国会議事堂ってあの政治家がいるところに見学に行ったりとか、はい、必ずあるんだけど、はい、そういう感じかなそうなんですえー、でもさ小学校でしょ行くの、はい、小学校の時とかって一番興味がなくない興味ががなくて私もなんか一応あの行,ったあの行ったこととある、うん、という あの思い出がありますけどうん、うん、なんか全体の生き方とかあのそれは全部あの覚えてないですけどいやわかるあの小学生の時にのああいういろんな体験ってすごい大事なんだけど、はい、なんか関東の人限定だと思うけどわかんない私の場合は小学校の時に日光に行って。 行ったりとかか、はい、最後なんか中学校小学校校小ちょっと忘れちゃったけど京都に行ったりとか、はい、でもその15歳ぐらいまでの高校生ぐらいまでの人が京都とかに行ってお寺とか見て、はい、いやー素晴らしいみたいにならないじゃん <laughs> な,らないですか。見て いやこれは素晴らしいってならないじゃんならないですよねあれ何なんだろうね <laughs> なんかこのミュージアムの中に一番有名なアートは、うん、の絵はスポラリウンというあ、うん、あのあのフィリピン人はもう多分90%皆さん知ってる、えー、スポラリウン by ワンルーナワンルーナがなんかアーティスト、うん、それはみんな知ってるけど、うん、なんか見たら あ、はい、みたいなんか絶対歴史がある絵なんだけどそれを知ってるけど多分私たちはんか興味がなくてそそりゃうなな。んだよでもあとんかフィリピンのナショナルヒーローがいてホセ・リザルのところもあるしそれを説明してくれてもんか。 そうなんだね、うん、これはこうです、はい、これはじゃあ次に行きましょうこの方はこうですとかさ、うん、やってくれるんだけどさそうですよねだから今になって日光とか行ったら、はいはい、いや素晴らしい京都とかわざわざざ行きたいじゃんそうそうそう自分でプライベートで、はい、ああ京都旅行行きたいなとか今は思うけど、はい、あの時はなんか。 旅行という言葉だから、うん、だからなんかアミューズメントパークだ,だったらもう忘れられないですよね逆にみんなでディズニーランド行きましょうとか言われたらもうすっごいみんなテンション上がったと思うけどそう,そう朝早くしてももう行きたいそうそう,そう,そう <laughs> だけどやっぱ小学校中学校 高校うんあんまりみんな興味がない感じだったなやっぱ大人になってから分かるんだよねそうですよね多分ここにさビバリーがもう一回今行ったら全然違うだろうねそうですよね多分もう鳥肌立ったくらい立つぐらいなんかそういう感じですよねなんかもうちょっとさあこれってこういう歴史がある書いてあるじゃん書いてあるとかがもうそれはその時も読めないでしょね読みたくないう だけど今だったらさ「あへえこういうのなんだ」みたいなさ、うんはい、そうなんだよそう,そうなんだよなそうですよね一応私たちはあのフィリピンの歴史とかも学校で学んだことがあって、うんうん、それは十分だと思いますその時は <laughs> そう見てもあなんか本にあの書いてあるものはこんな感じですよねそれは分かってるけどでもそこまでですねうん <laughs> はい。 そしてその後はもうお友達とんかどこに行くみたいなそんな感じですよねでも大事だけどねもう本当に大事はいでもあのだから大人になってもう行きたい今なんかポッドキャストをいてくれている方にも大人だと思いますけどだから皆さんにこれはおすすめです。 of the philippines です、うん、これはマニラにあるので、うん、旅行でマニラに行くことがあれば、うん、ぜひ行ってみてください <music> 今週のエンタメのおすすめはザウォークです、はい、この映画はファンの方からのおすすめの映画です、うんうん、なんか dvd をいただいたので見てみましたもらってたね、はい、dvd ね それを見て多分なんか前ザ・フォールうん、うん、見たので多分それを見たので、うん、これをお,おすすめしてくれましたよねその話をおそらくポッドキャストかなんかで聞いておすすめをしてもらったのかもしれないですね、うん、はいなんか皆さんもよく知っていると思いますが、うん、あのアメリカのツインタワーズワールドトレードセンターそうをワイヤーでつないでその上を歩くというとんでもない 映画です。ねまたもう日本人じゃありえない映画、ね、ありえないですよね。でもなんかクークークーですよね。なんかううあの反対じゃないけど、うん、なんかあのイリガジでじゃないですか。そのなんかワイヤーで。ああそうでもそれは私のあの自分のパッション。 があ,るからあれですよワールドトレードセンターの一番上と一番上の端と端をロープでつないで、うんはい、その上を綱渡りするっていう、はい、もう本当無謀な映画なんですけど <laughs> そうフィリップですよねフィリップという方、うん、<れ>主人公ねはい、うん、あこれは本当のストーリーです出<う>、はい、現した話らしいんですよそ<う>信じられます すごいですよね、うん、でもそのパッションは、うん、あのフィリップのストーリーですよねこの映画のスタートです。なぜそういうなんか夢があるスタートっていうかの話ですよね。いやーなんかなんかその歩いているシーンは少し息が止まったけど、うん、何回かなんか行ったり来たりしましたよね。そう そうまた戻るんかいって思いながら<う>警察がいたりとか「はい、戻ってこい」とか言われて逃げたりとかなんかこう、はい、行ったり来たりよくするなって感じ、ね、そうですよねなんかエンターテイナーさすがエンターテイナーだなと思ってまあでもなんかあのフォールの時より、はい、エンターテインメント感はすごい強いから、はい、なんか本んなんか足がすくむみたいなことよりも 結構楽しんで見れる。映画だった気がする。アメリカっぽい感じの。アメリカっぽいですね。うん、はい。でも、そ、それはフランス人ですもんね。そう、フランス人が。あの、そのツインタワーズにワイヤーで歩いたいという。うんうん、歩くという夢があって、うん、もうずっと、なんかフランスで。英語の、あの、しゃ、勉強し。の勉強も。したり。うん、あと。ただで。なんかワイヤーで。なんか。うん そのイベントにも出たり路上で頑張ったりそうんか努力ですよね努力の努力がすごい絶対こうしたいっていうものがある人は強いなって思うよねはいその一つの目標があるからそれがすごいそうちゃんとエンタメになっててよかったなっていうそうですよねでもあの私この人のフィリップ を調べて本当本物のフィリップ見てうん、うん、でも本当にすごいなんか写真とかもその「トゥイン・タウウェイズ」での写真とかもすごいなと思って、うん、これはさでもあの9.11のあのあったじゃないテロがはいそれの後にこれ出してるんだよね2001年にこのテロがあってそうだよね2015年だよねこの映画ね はい、この「ザ・ウォーク」の映画は2015年の映画で、うん、だからその後ですだから10年以上経ってこの映画を出すまあなんか記憶が蘇ってしまう人もいるのかもしれないけど、はい、どうやって撮影したんだろうみたいな,えなんだっけグリーンあそ,うそ,うそ,れはそうだと思うはい実際の、ね、映像がないしあとこれのすごいエンタメ感があってよかったのは はい、あれがあったかだともうあの最初からねそう最初からずっとあの主人公の彼が「はい、僕はこうこうこうなって」みたいな出てきてなんかパフォーマンスしながら喋ってるから,なん,かからなんか軽い感じで見られたっていうか、はい、そうですよね、うん、はいそれはもうナレーションがあって、うん、だからその,あのちゃんと ですか次の次のシーンはんか楽しみっていうかあこんな感じ本当にストーリーテリリグみたいなそう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 って言いながら言ってくれて音楽も音楽もいいですよねエリーゼのためにとか流れてここで流れるんだみたいなんかんか拍子抜けっていうかいいなっていうちょっとポップにしてくれるっていうかそうなんですよねはい。 はい、それもすごいよかったなそうでもいい映画ですよねうんとてもいい映画なんかあのおすすめしてくれて本当にありがとうございます、はい、えー、皆さんもぜひザ・ウォークという映画を見てみてください <music> そろそろお別れのお時間です明日「仮面ライダーガッチャード」のファイナルステージに出演します、えー、配信もありますので皆さんぜひ見てください、TikTok、のポストや TikTok ライブもやっているのでぜひ皆さん見てくださいでも今ちょっと喉が調子が悪いので元気になったらライブやりますでもポストは毎日してるのでぜひ見てください登録とかいいねとかコメントもお願いしますそして最後に12月28日に ZEP DIVERCITY でワンマンライブがありますチケットは まだまだありますぜひ皆さん遊びに来てくださいそれでは皆さんまた来週 !See you guys next week! Bye!